男と女の恋愛思考の違い。男性と女性の恋愛に対するアプローチは、ような要因によって異なります。男性は外見的な魅力に惹かれる傾向がありますが、女性は安定性や安心感を求める傾向が強いです。また、男性はフィジカルな側面に重点を置き、女性はエモーショナルな側面に注目する傾向があります。そのため、男女のコミュニケーションのスタイルにも大きな差異が生じます。男性は常に支配的でアグレッシブなアプローチを好む一方、女性はよりソフトでフレンドリーなアプローチを好む傾向があります。これらの要因により、恋愛の成立に必要な時間も大きく異なります。男性は比較的短期的な関係を望む傾向がある一方、女性はより長期的な関係を求める傾向があります。男女の思考の違いを認識することで、より良い恋愛関係を築くことができます。男女の恋愛思考には様々な違いがあります。例えば、男性は外見的な魅力に惹かれる傾向がある一方、女性は安定性や安心感を求める傾向が強いです。このような違いから、男女のコミュニケーションスタイルにも大きな差異が生じます。男性は常に支配的でアグレッシブなアプローチを好む一方、女性はよりソフトでフレンドリーなアプローチを好む傾向があります。また、男女の恋愛に対する期待も異なります。男性は比較的短期的な関係を望む傾向がある一方、女性はより長期的な関係を求める傾向があります。しかし、恋愛においては互いに理解し合うことが重要です。男女の恋愛思考の違いを認識することで、より良い関係を築くことができます。男性は相手が求める安定感や安心感を大切にすることが求められます。女性は相手の支配的なアプローチに対して自己主張することが必要です。こういった相手を理解することが恋愛関係をより強固にすることにつながります。